ブリッケンとは、ノルウェー王国ベルゲン級市街の倉庫群。ブリッケンはノルウェー語で不当という意味で、ハンザ同盟時代のツ人街だった地区に、カラフルで奥行きの深い木造倉庫が並んでいる。建物は伝統的な技法で修復されており、現在も商店やレストラン、ミュージアムとして使用されている。1979年に世界遺産として登録された。 ブリッケンを要するベル原子は1070年の創設。1360年にはハンザ同盟のオフィスが置かれた。町は重要なトレードセンターとして開発され、ドックが整備された。ドックを管理する建物は各地からの職員、とりわけドイツ人を受け入れた。倉庫は物資、特に北方ノルウェーからの魚とヨーロッパからの穀物で満たされた。 ベルゲンは行くたびもの火災に見舞われ、ドック脇の倉庫や管理のための建物などは焼け落ちたが、いくつかの貯蔵庫の石材は15世紀にまで遡ることができる。英語登録名の訳はブリックン、フランス語登録名の訳はベルゲン市内のブリックン地区である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。